皆さんこんにちは、ねねです。キキで、今回は質問コーナーをやってきます。キキ足だめ、イエーイ。じゃあいきますよ。はい、今回も質問いっぱい来たのでいっぱい答えます。はい、どんどん言っていいですか。はい、まずねねきファミリーは何歳ですか。こちらが2歳で、こちらが6歳です。チョッパなのよ、私。パパは35歳。ピポン、ママは48歳。いや何歳か知ってる。32歳です。32歳です。ねねちゃんは1年生になったら友達何人作りたい？あ、出ない。もうないね。とりあえず100人作りたい。とりあえず100人。けどとりあえず40人。とりあえず40だ。変顔は何種類ありますか？10種類。10種類。じゃあ10種類です。次。キキちゃんとねねちゃんのお揃いの服は何着ぐらいありますか？ポニーちゃんもあるし。結構あるよね。10着はある。もっとあるかも。ちょっととりあえずこのまま進めます。では次、好きな芸人誰ですか？いない。じゃあマーベルで好きなキャラクターは何ですか？マーベル。スパイダーマンとかキャプテンマーベルとかいっぱいいるじゃん。キャプテンマーベルの猫かな。の猫が好き。口の中タコなんだよ。あ、そうなの。タコの足。それが好きなの。可愛いから。よし、次。好きなキャラクター。スプーキッズ。今スプーキッズ好きなの。アニメの学校なんですよ。 CG。 キキはアンパンマンかな。そうだよね。お気に入りの服は何ですか？これじゃない？これ結構着てるよね。じゃあ多分これです。好きなご飯屋さんはどこですか？デニーズ。あとメヒコ大好きだよね。あそこのなんだっけ？あとロブスター。レッドロブスター。じゃあパパ起きたよ。よし、じゃあ次行きます。猫チョコの種類は何ですか？知らない。シンガプーラです。チョコは好きなスポーツは何ですか？スポーツってのは運動？ああ、そうは何でもいい。ただ走るが好き。かけっこかな。今燃えてるかけっこ。燃えてるね。運動会あるもんね。どうやって走るの？じゃがりこは何味が好きですか？チーズだね。我が家はチーズ派。ポテトチップスは何味が好きですか？塩だね。怪獣が起きました。むくっとアイスあったね。将来の夢は？夢って大きくなったね。そう。毛糸を直すやつ。枕とか破けたらシューって直すお店さんかな。へえ、そうなんだ。友達と一緒になる。あ、友達と直すの。うん。で、休憩時間に2回しみであんってグミとか超食べる。もうそこまで考えてんだ。超ワクワクする。じゃあ好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は違う。ケーキ乗らない。降りてください。ケーキ。チョコいないよ。キティちゃん。ドリアとグラノーラが好き？うん。じゃあ嫌いな食べ物は何ですか？ナス。ナス。ピーマン。ピーマン。かぼちゃ。かぼちゃ。それだけ。キキの好きな食べ物は。米コーン。ああ、そうだ。米のり。お茶。お茶。あれ。嫌いな食べ物は人参とか食べないね。ほうれん草とか、あとナスとか。ナスも食べない。野菜あんまり食べないかも。最近はね、フルーツ。米ばっか。ダメだよ。それ全然栄養つかないよね。ちょっといっぱい食べていかないとね。じゃあねねちゃんは小学校に行ったら何を頑張りたいですか？宿題で友達と喋りたいだけで、お菓子を海苔を全部一回洗ってなくして、その中に丸い飴入れてあんって食べて、もう一個の海苔や普通に学校にお菓子持ってくの？キキちゃんは習い事してますか？してません。おお、危ない。してないです。一個もしてない。でも英語はやりたいかもね。いや、バレじゃないの。バレ？パパとママの好きなところを教えてください。好きなところ？うん。ねねがパパ。例えばママとパパが笑っているとことか、ねねにお手紙もらってくれて、あとパーティーとか楽しいところを作ってくれる。パパの好きなところはあれ、ママと一緒のところ。一緒にいるところ。そう。結婚もしてほしい。結婚式。うん。結婚式をしてほしい。だって絵描いてあげてんだもん。そうね。結婚式をしてないからねねが絵を描いてくれてるんです。ね。ドレスのね。うん。どこに住んでますか？東京。東京です。ねねちゃんはキキちゃんのどこが好きですか？笑って、ニコニコ笑ってるとこ。けどさっき一緒に遊んでてバイバイって笑ってた。キキはねねのどこが好きですか？でもね、キキねねのこと大好きだよね。いつもねね。1歳、2歳でしょ。2歳。キキもこっちでビデオやろうよ。キキいないと寂しいよ。寂しいよ。じゃあキキはお姉ちゃんのどこが好きですか？可愛いところ？え？靴履いてるところ？あ、靴が好きですか？靴だって。ちょっと早く履きたい。また見てね。バイバイ。Twitter、Instagram、TikTok もやってるので、ぜひ見てください。また見てね。バイバイ。バイバイ。どどん。ドドン。変顔丸だ。ドドン。だってさ。ビョンビョンビョン。ママ、ちゃちゃ猫開けて可愛いから。ありがとう。あー、すごーい。ほら、触ってる。自分で触ってる、見て。ママ、ほら、キキ自分でゾウさん触ってる。ほんとだ、ほんとだね。自分で持ってる。自分でゾウさん持って